ゲーミーズ所属の春京です。今回は FNCS ウィーク2決勝ね、2位取れたってことで、終盤の進行解説をねしていきたいと思います。まあここどういう風に考えたか、こういう進行したよとか、ここどういう風に考えたから、まあ、こっちにしたよみたいなことをね、まあ話しながら解説していきたいと思います。まあ、ここですかね、まあ、これは2試合目ですかね。はい、これまあ120余ってるから、まあこれつなげてもらって資材を運ぶみたいなことをやってますね。まあ余ってるんで、でもこれ結局勘違いになっちゃったんで、やめて、そうっすね。でこれはアンチがちょっと左前だったんで、左前伸ばそうかなって感じで伸ばしたんですけど、ここでめっちゃレーザーされて、まあこれは回復してる時に、まあ進行してほしかったんですけど、仲間がちょっと離れてたんで、まあしょうがないかな。うん、でここでなんでダウン上げたかっていうと、これ山なんですよね。次アンチがこのまま進行方向になった時に、このまままっすぐつなげたらこのアンチは入れるかもしれないですけど、この次のアンチがしんどくなるんで、まあ、次のアンチのことも考えてここでダウン上げします。でここでダウン上げた理由はね、まあ、さっきの理由もあるんですけど、ここで一個左に鉄の敵の建築があって、この段だともしかしたらこの敵次今見てる方向になった場合に次のアンチめっちゃ行きづらくなっちゃうんで、そうですね、重なることを避けてここ上がっちゃってますね。一気に上がっちゃおうって感じです。でここでまっすぐ伸ばしたかったんですけど、左に敵の矢倉ができたんで、ここ一個右にずれましたね。落ち着いて、でこいつが一人っぽかったんで3人リフレッシュします。でここでアンチが戻り側になって、まあ、進行係は絶対にアンチをね、あの1番に見て先端取った方がいいですね。これで一番下を利用かなと思ったんですけど、敵がいたんで一段上にしましたね。11以下。でここでね、この30サージっていうのはね、30人サージはそんな焦んなくて大丈夫です。なんか焦ったら死ぬんで、なんかまあ与えれたらいいなぐらいで耐えるっていうのが一番かなと思います。でここで残り4人なんで、まあ、そんな焦んないで、まあ、進行係はねもうひたすら進行でいいですかね。後ろの人にサージ対策任せちゃっていいと思います。1点で大丈夫、1点でそんな焦んないでいいよ、そんな焦んないで、もう大丈夫。で進行係ね、これちゃんと30人の残り人数とか、これダメージ境界値とかしっかり見てあげて、後ろの人に報告した方がいいですね。後ろの人結構あの焦っちゃうんで、ここちゃんと見て進行係が落ち着いて報告するのがいいと思います。でこれ木の建築だと危ないんで、ここでハードっていうかレンガのマス伸ばしました。で進行は結構奥目でやっといた方がいいですね。アンチに入った瞬間止まるってよりは、アンチ入って、まあ、3マス2マスぐらい広げるっていう感覚の方がいいと思います。そしたら次のそのまま進みになった時のアンチの時にね、結構進みやすいんで、でここで戻り引いて、でここ木の建築だったんで、あのハープーンで一発で入り込まれたら終わるんで、まあ、金ところはやめてっつって、金ところやめよ、危ないよ、ちゃんとこっち来て、で掛け声かけましたね。でここで一段上げた理由はね、何だったっけな。ここでもうこういう床が張られてるんですよね。ここで屋根張られてて、一段下に敵がいるってことなんですよ。ここに屋根張られてるってことは、ってことはここで床屋根をバーって伸ばされた時に自分たちの床がなくなって落とされて死ぬんで、ここは一段上げて安全な位置にしました。そうするとね、そうフリーな段が俺たちだけの段が できたんで、いい感じですね。で上敵いるんですけど、これちゃんと上に床屋根張って、そうここで
そうっすね、ちゃんとここ来て、ダブ AD、 ここダブ AD はね、結構狙っていいと思います。おっ、で、来てくれて、いかない方がいいかない方がいい、かけるよ、かけだけいるよ、しゃ、ハブハブハブ、ナイス、もういい、もういい、もういい、後ろ後ろ後ろ、あっち、あっちこっち、あっちこっち、あっちこっち、つなげれる、つなげれる、でね、これ後から気づいたんだけど、ちょっと待ってね、リプレイ見て気づいたんだけど、ここほら見て、こメディキ巻いてんだよね、この中で、この木の屋根の中で、マジで危ない。これリプレイ見て気づいたんだけどさ、これマジで怖かった。これさ、やばいってと思って、そう、全員気づかず。でもこの人もね、あんまりなんかこっち打つ気はなかったみたいで、特になかったんですけど、めっちゃ怖いねこれ後から見たら。前打って、来て来て来て、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい、待って気をつけて、これ下が怖すぎる、下が怖すぎる、これブシ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 取って、めっちゃシェレ振った、あ、いやいや、100ぐらい食えた、センター行こう、センター行こう、センター行こう、頑張って、センターセンターセンター、ここセンターも、ちょっと上がりかも、気をつけて、これ下いるからね、多分下から上がってくるかも。でここでね、これね、ゴミだったんですけど、これ一番右行ったら通れるかなと思ったら、ここ通れなくて、まあ、このままアンチで死んじゃうんですですけど、これ通れたらもっと伸ばせましたね、この今週は。3試合目なんですけど、そうっすね。でここでアンチが真逆で、まあジャンパー移動系もなくて、さらに資材もないんですよね。もうこれでハードマッツ全部集めたって感じですね。俺の資材が134、130、210なんですけど、まあ、あとみんな木が250ぐらいあるだけで、もうこれだけなんですよね。でもうこれつなげんのも次第的に無理だしみたいなって感じで、ジャンパーもないんで、これつなげて周りのジャンパーを使うところを見るためにここ伸ばします。これ俺ら弾もないんですよね、やる俺も残り一発っていう。で、あえてちょっと伸ばして敵のジャンパー使う位置を見るみたいな。でここで使ったんで、もうこれ行くしかなくて、これ行きますね。でちゃんとね、周りカバーしながら行かないと撃たれてるんで、ま、周りカバーしながら行って、で降りる場所をちゃんとこうやってピン刺して教えた方がいいですね。ここ降りるって、こいつらの上、このレンガの上行く、それ真ん中になるからちょっと挟まりがちかも、気をつけて。でここでちょっとなんか連携かゴミでめちゃくだるんですけど、左上ワンチャンやれるよ、オッケー、それ繋げよ、屋根だけ敵の、でこれ一個一個ワンチャン落とせるかなと思って、ここちょっと取りに行くんですけど、なんかちょっとグダってなんか横来たんで、あ、いいかって感じでやめて、でワンチャンこれプリエディットで刺さるかなと思って、プリエディット一瞬でしてやったんすけど、ここなんか仲間が右にいたんで、一瞬でやめましたね。壁置いてほしい、俺も鉄150しかない、鉄一旦150だけ、下がなんか入ってない、全然ない、ない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 、オッケー、戻ろう。でこれ俺プリーディット直すの忘れてて、ここすごいことになるんですけど、もうこれでしっかり置き巻いて、その時に仲間に伸ばしてもらってますね、ちゃんと。真上かな、真上食らってるかも、でここで俺が進行したかったんですけど、まだ自分鉄150あって、キーあって、でも俺がチョコラブさんがどっかやり行こうって言ってるんですけど、俺からしたらどこやり行くか分かってないんで、まあ、これやめて、まだ資材あったんで、まあ、ここは一回伸ばそうと思って、これ資材ゼロになった時にここ上敵来るんですけど、ここ壁置いてないんですよね。でエイムさんも見てるから、あ、これワンチャンいけるわと思って、これ上をやりに行きます。壁置いてなかったんで、こっち側にで、ちゃんと行く、100やった。でここで白30、もう一人白30、やったで、キル入って、チョコラブさんがここで資材700ぐらいあるかな、うん、でめちゃめちゃ増えて、資材ゼロね、俺行っていいよ、行っていいよ。でここで俺が落とされるんですけど、なぜか行きます。ここ、ごめん、俺これ死んだ。100、1人やった。でここでなぜか俺が生きて、核入れた、
帰れ、帰れるっていう。落とされたのに。なんか生きてるとか言って。チョコレバさん、チョコレバさん、チョコレバさん、これ。で、ここで自分回復がしたかったんで、味方に資材渡して、回復しますね。で、ここでハープンで根元崩して、ハイグラ狙って、って感じですね。上の建築が今木だったんですけど、ここの辺も全部木なんですよね。木で床屋根立ててるってことは、もうハードマッチがなくて木しかないって状態なんで、もうこれハイグラ次第ないなと思って、ここでハイグラめっちゃ狙ってます。でここでハイグラがここでまだこれ本当は次第あったんですけど、ここで建築してないんですよね。この黒い人、この自分の真上にいる敵がここで階段置かないんですよね。ここで建築しないんで、あ、これもう資材ないんだなと思って、もう行こうっていう判断で、行こうって判断でここハイグラと行きます。でここでもう資材、もうここであと1枚で伸ばして、エイムさんがあと3枚しかなくて、しかもエイアン玉ゼロ、もうこれもうきつくて、もうこれもう無理っすね。ガチできつい状況なんですけど、ここでちょっと気取って5枚拾って、でここで物資あったんで、これちゃんと全部拾って、イアン玉と全部拾って、ここでリロードして下打てってたらいいんですけど、ここでちょうど落とされちゃって、セカハイに。でここ2人で1人やって資材取ったんですけど、ここで M さんが持って帰っちゃって、でここはもうそのまま GG ですかね。この試合はこのままバンバンされてっていう感じですね。でこれが4試合目なんですけど、この辺かな。でここでジャンパーがもう一枚あるんで、ジャンパーをもう一枚に使ってこのアンチは移動しようかなっていう考えですね。でこれハイグラがなんかサージが以下だったんで、ハイグラ撃とうっつって撃ったんですけど、当たなくて、これ下がやばくて、でここでなんか落ちちゃって、そうでここでチョコラブさんとこ合流して、でもこれもジャンパー使うあれがないんで、なんだろう、もう余裕がみんなないんで、もうここは自分が進行しちゃおうっていう感じで進行しますね、この後。で、サージ以下でここめっちゃ焦ってるんですけど、俺ら。やっぱサージュサージは絶対焦んない方がいいですね。で、ここで残り3人ぐらいになるんですよね、ここでちょうど。ほら、これあと3人なんで、まあここはもう無視しようっていう。まあ、サージはもう3人死ねばもう30サージ消えるんで、ここはもう落ち着こうっつって、もうここはちゃんと見た方がいいですね。落ち着いて、でここで横から撃たれてたんで、ここで横打ちしっかりカバーして、でこれでハードで、みんなもうハードないっつってるんで、これでチョコレブさんがどっかやり行こうって言ってるんですけど、自分440あって仲間もキーあったんで、まあ、これはもうまだリフレッシュしなくても後からどうにでもなるんで、これはまだ大丈夫、まだ大丈夫だと思って、でここで次アンチが山上だったんで、上をねちゃんと先行って、でちゃんと味方のね来やすい道を作ってあげて、でここでワンパンしてくれたんですけど、なんか周りが怖かったんで、木で、しかも資材ゼロで怖かったんで、周り見て、これ左なんか戦ってる様子だったんで、ワンチャン左やれるかなと思って打ちに行くんですけど、やめて、でここでこれでチョコラブさんが木500取ったんかな、敵の物資でキー500取って伸ばしてもらって、でこれもらって仲間から木の資材をもらって、でちゃんと床屋根立ててますね。床屋根をちゃんと立てた方がいいですね。進行は、進行はっていうかこういう時は。
でこれ横一人だったんでこいつやりたいなと思って、でも降りたんで深追いしたらワンチャン死ぬんで、ここは深追いしないで、まだ資材あるんで、まだ、いや1ラウンドいる、ここせーのせーので、ここ木の建築だったんでワンチャン石に崩してやれるかなと思ったんですけど、うん、やれなくて、まあまあじゃあいいやって感じで、でこれセクハイになるのが怖かったんで降りようかなって感じで降りたんですけど、ここなんか真横に一人だけいて、エイムさんとチョカルボさんでやってくれて、でここでねハイグラが降りてきて、これ200ワンパンされるんですよねこれは敵がうまかったんですけど、これ200ワンパンされちゃって、あとはチョカルボさんが頑張ってくれてるって感じですね、って感じですかね。はい、まあ、僕の決勝の進行は、こんな感じですかね。まあね、よかったら、進行の、参考にねしてくれると嬉しいです。まあ、進行はあの周りをねめっちゃ見て敵の位置把握して、あとは落ち着いてね敵味方に状況を説明するっていうか教えてって感じですかね、進行は。はい、ってな感じで、ね、今日はこの辺で動画終わりたいと思います。もし参考になったと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。